だって一回やってみましょう、僕店員さんやるんで、じゃああなた買い物に来てって言ってコントみたいな始めんねんな、ダーラーダーラーって言ってな。はじめ、はい、今日は数学が得意すぎて憎いあの先生とか、なんだあいつあんな数学できるとかいうやつになんか仕返ししてやろうぜっていうか、仕返しではないけど、っていう問題を紹介してあげる。はい、どういう問題かって言ったら、これ数学が得意な人っていうか計算がめっちゃ速い人って意外と間違うんちゃうかなっていう問題。これ A 君はお金400円を持って80円のお菓子を買った。お釣りはいくらか、あ、考えた ?320円。違うよ。え?ってなった。え?ってなったらもしかしたら数学できる人かもしれない。だってさ、こんな感じや。ウィーン、駄菓子屋の自動ドアがあるっていう。いらっしゃいませ。これ何円ですか？80円になります。そうか、80円か。じゃあ100円出そう。20円のお釣りでーす。100円で払うくない？400円持っとったとしても100円で払うやろ。やろ、だからこの問題の答え、お釣りは何円ですか？20円やんな。わかる？うん。数学ってある数字、そこにある数字しか使わんって思っちゃうけど、実際のところ数学とかって日常生活に根付いてんねやから、日常生活を思い浮かべろよってこう数学得意な先生とかに言ったったやねん、これ間違った時にな。あれ、え、先生本当に320円でリスクとか言ったったやねん。違うから、うん、だって一回やってみましょう、僕店員さんやるんで、じゃああなた買い物に来てって言ってコントみたいな始めんねんな、ダーラーダーラーって言ってな。わかった？はい。何の動画やねんな。まあこんな問題今日やりました。そうやね、使えるよね。友達とか出し合ったりしてぜひ楽しんでください。自分でも何の動画撮ってるのかよく分かんなくなったけど、よかったと思ったら高評価お願いします。僕は他ではっていうか、ちゃんとサイトとか再生リストにはまとめてるんですけど、授業動画を中学生とか高校生に向けて上げてるので、ぜひ参考にして見てください。はい。